置いてあるの何これ、持てんのこれ、何これ、あ、落としちゃった。でけえクッキーか何か、あ、違う、これ鏡か。なんか音楽変わったな。これ持ってくの？大事そうに置いてあるけどね。他は特にないな。持ってってみる。これどっちが表？あ、こっちが裏か。で、表の方持ってんのね。何か光を反射させるとかかな。お！いたいたいた、あ、いた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 。なになにこれ。あ、やばい。なに。え、え、ちょ、ちょ、お、あれ。どういうこと。わからん。なんだ今、殺されたんか。え、どうすりゃいいんだ。あ、こっからか。何すればいいんだ。あ、あ、いない。だから鏡持たないと出てこないんだ。じゃあこれ鏡使うってことか。鏡向けてみる。お前はこんな顔してるぞみたいな。やだ、私自分の顔だけ見たくないのみたいな。鏡割れてたからな、結構コンプレックスを持ってる人なのかもしれない。言いたい放題だけど、これ完全なもう個人的な考えだけど。鏡向けてみるか、それぐらいしかやることないもんな。うわっ、やれた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 。こんな感じでやればいいのか。光がある方に行けばいいのか。どこだどこだどこだ。オッケー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 。こんな感じでいいのか。戦ってんじゃん初めて俺。鏡光が苦手なのかな。ここか。どこから来る。おっとおっと。オッケー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 。よし、向けちゃえばこっちのもんですね、これは。シックス頑張れ。何か謎が解ける気がするぜ、これで。どこだ次は。こっちか。よし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 。結構親切、光も。で、あの人もそんなにフェイントきつくない。そこね。そこね。そこね。オッケー。よし。何回かやればいいのかな。コツは掴んだぞ。ん？また来る。おちょ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 、今回はすぐ来たね。頑張れシックス、もうちょいもうちょいもうちょい。よし、もうちょいかどこ。おっと、よーしよ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 し。あ、割れた、やべ。あ、終わった、勝った、勝った、勝ったって言ってるのか分かんないけど。あ、あ、あ、なんだなんだなんだ。あ、倒れてる倒れてる倒れてる。おいおいシックス、お前、お前まさか、お前今腹減ってる、お前、あい、お、おい、ちょっと、お、まさかお前これ、えぇ、カニマリズムこれ。いや、こう、マジ。いや、ちょっとこれはでも、そう、えぇ、ーついにこれ食べんのこの人。いや、まあでもそれやる、それしかないか。あの首に噛みつくってこと。めっちゃお腹空いてる。いや、まあやばい、これほっとくと死ぬか俺が。あのちネズミ食うところから、あのちっちゃい小糸みたいな子食って、次人間。
回口つけるとどんな地球上の生物よりどう猛になるねお前。うおーおいおい食べちゃったよ。一噛みどころじゃん。まあ首バリッといった感じ。なんだこの何か。いやなんか闇のオーラが俺に流れ込んでくるんだけど。まあひょっとして闇落ちした？あ、何これ。あ、いた。どうなったのこれ。ここはどこ？エレベーター？お、何これ？どこ？あ、さっきの部屋からエレベーターで上登ってきたってこと？え、何これ？あ、電気消えるんだけど。おい、俺まさか闇の力を身につけたとかそんな感じこれ。これさ、あ、さっきのこれゲストルームだっけ？飯食ってるところかみんなが。なんかもう、もう生命力吸い取ってるってことこれ。おい。マジで？あらゆるものからの生命力を。あれか、あの倒したあのマスターっぽいあの和服のお姉さんからお姉さんの力を奪ったってこと。そんな感じするねこれ。走れんのかな。あ、走れねえよ。その力を奪ってシックスがその力を身につけて、お前ら容赦せんぞみたいな感じ。いやでもこれはやりすぎじゃねえかこれ船から出ることが目的だったはずなんだが、いつの間にかこの船の中の王様になっちゃうってことこれ。これは出口。あの目動いてる。あ、開いた。あ、出口かこれ。いや違う、海の上だからなんだろう、甲板かなこれ。外の世界。あ、レディの部屋。ああ、あの人レディって言うんだ。外の世界というよりなんか天国みたいな感じに見えるけどね。あ、もうね俺の操作なしでもシックス登ってっちゃった。あの子じゃん。ああ波彦がいる。見送り。ついてはいかないんだね。まあ脱出。ああ終わり。あ、終わった。いやー、これはすげえな。考察のしがいがあるというか、何だったんでしょうね。まあ船から脱出するのが目的だったけど、最終的に船の中で一番偉いあのレディって人を鏡を使って瀕死して、であの首筋に噛みついてその力を奪って、で船の王になって帰ったって感じで、見送りは小人みたいな子たちね。まあでも力を奪ったのは合ってますよね多分ね。力を奪って、うん、まあちょっとシックスの意思があんまり見られなかったから、なんだろうな、まあ奪いたかったかどうかわかんないけど、まあ空腹を満たすためにとりあえず食べたらついでに力を授かったみたいな感じなのかなね。なんでシックスこの船にいたんだろうね。
しかも一番最初に出てきたさ、あの夢の中、夢にいたのってさ、あのさ、レディーじゃん、ね、レディーがこっち振り返るところをさ、夢に見てさ、ふっってなったからさ、なんだろうね、もともとはレディーに力を奪われていたとか、もともとはシックスが王だったけどレディーに力を奪われてて、レディーの記憶を頼りに船の中をさまよったら見つけたから倒して力を取り戻した。いやー違うだろうな、それは違うわ、うん、ちょっとこれは、うん、ちょっと考察とかクリアしたんでね、考察とか読んで、ああそういう考えもあるかっていうね、ちょっと浸ろうかなと思いますけども、うん、値段もねそんなに高くないゲームなんでね、長さはこれぐらいでまあちょうどいいんじゃないでしょうかね。うん、一番怖かったのはですね、ね、どうだろうな、まあでも最後、いやまあでも今日、このレディーがさ、あの急に出てきたところは怖かったですね。急に出てくる気がちょっと嫌ですよね。ゲストルームはそんなにかな、あそこはどっちかというとパチャメチャパニックみたいな感じだったから。あとは、あれ、隠れ家で、手長い人が、壁の隙間から手をヌンって出してきたとき、あそこが一番怖かったですね。うん。しかし最後、シックス戦ったな。戦うんですね、シックスね。ね。無力かと思ってたらね、鏡持って。うん。まあ、バトルはそんなに難しくなかったんで、うん、どっちかっていうとこれ、奥行きをちゃんと認識してタイミングを間違えないようにするゲームって感じですかね。まあ、ホラー苦手な人でもね、これはやりやすい部類に入る。まあちょっとびっくり要素多いからな、うん、雰囲気で怖がらせに来る感じなので、うん、まあちょっと夜暗い部屋で一人でやるのはおすすめしないけどまあちょっと考察気になるな、うん、シックスは一体どこから来てね、一体何者になってどこに行ったのかっていうのちょっと気になりますよね。ね、ちょっとこの実況が終わった後に調べてね、うん、いろいろ、あ、なるほどって言って面白がると思いますけど、うん、いろんな意見がありそうだからさ、ね。いや、でも6、なんだろうな、ネズミ食うのはまだいいんだけど、なんかソーセージくれようとしたあの子をさ、からソーセージじゃなくて、そいつを食べちゃったっていうのがさ、あそこがちょっとトラウマっちゃトラウマですね。今作最大のトラウマシーンなんじゃないか、あれ。ね。あのシーンがあると、なんか、レディーもさ、あ、これはレディー食べるんだなってわかるからさ、ね、いいけど、あのシーンでね、あえてソーセージを出してきてるからさ、びっくりしちゃうよね。ね。お、何これ、なんかバベルの塔みたいな。あ、これシックスがいる。サンキューファブレイング。ありがとうございました。うん。非常に雰囲気が良くてね、濃くて面白かったわ。ちょっとこれ、え、何これ、あ、戻るってある。え、これなんだろう、なんかの暗示かな、神話とかそれ系ね、宗教とか、そう、なんか歴史とかそれ系の暗示なのかな、ね、この6動けないわ。6ここあの船の外ここだったのね、あのドアから出てきたってことだよね。ここだったの孤島じゃんまだ船の中で飯食いした方がよかったけどね、うん、船はじゃあ相当でかいってこと。いや違う、これ、うん、これ船だよね。ね、出口、あの扉から出てきたって考えると、この下に、この海の中に豪華客船があるってこと。潜水艦、いやその辺も考察次第なんでしょう ね、 ね、うん、これがあれか、船の一部ってことなのかな。でも島みたいに見えるけどね。これ戻るってやってみるか、一応戻る。戻るとどうなるんだこれ。おおおおおお、これあれかな、船が出航したってことかな。ああ、これゲームを再開するってやると、どっから再開になるのこれ。あの最終決戦からかな。サンキューファーブレイングが再開。ああ、これ最初、あ、
最初のシーン戻るんだ。ああ、この黒いモヤモヤは闇の力か。ちょっとこのシーンだけ見るか。え、これレディーだよね。ね。レディーがいて、ね、もう闇の力まとってるよね。これあの人だよな。あれ？これ私ループしてる？いや、ループしてない。いや、違う。まあ、謎は多いですが、またね、最初から始まるということで。やっぱりあれかな、最後、ちょっと考えたけど、最後さ、シックスがさ、歩いていっちゃったじゃない？あの、上に向かってさ、で、最後のサンキューフォープレイングでさ、あの、外に出てさ、まあ、なんか、トップになったみたいな描写ありましたけど、あの歩いてる途中でちょっとね操作が効かなくなっちゃったんで、その時点でもうシックスはもうなんだろうな、人の手、要するに俺の手、人間の手、操作が人の手が届かない領域に行ってしまったんじゃないかっていう、そんな暗示な気がちょっとしてるわ。神様になっちゃったみたいな、そんな感じかな。まあ、モーのトップになるイコール神になるみたいな、そんな感じかもしれないですね。モーが世界の全てであり、モーのトップになるということは、それは神になるのと同等なのだと、そういう感じなのかな。あ、もうランタンついてる。なるほど、なるほど。2周目って感じですね。OK。じゃあね、リトルナイトメア1のね、実況ね、ここで終わろうと思います。で、2がね、出てるんですけども、まあ、2の実況はね、どこかで。時間取ってやろうと思いますんで、一旦ね、ここでリトルナイトメア1の実況を終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまた。